骨折は外力によって骨組織の連続性が断たれた状態です。骨折の原因や状態などによって分類されます。原因からは外傷性骨折、疲労骨折、病的骨折に分けられます。外傷性骨折は転倒や転落、交通事故などによって強い外力が加わることで起こる骨折です。疲労骨折は運動などによる弱い外力が繰り返し同一部位に加わることで起こる骨折です。病的骨折は骨粗しょう症や骨腫瘍などによって骨がもろくなっているためにわずかな外力でも引き起こされる骨折です。骨折の状態からは骨折部が皮膚に覆われている閉鎖骨折、単純骨折と外界に開いた開放骨折、複雑骨折に分けられます。開放骨折は皮膚が損傷して骨が露出しているため細菌に感染して骨髄炎を引き起こすことがあります。骨折の治癒過程は炎症期、修復期、再造成期に分けられます。炎症期は骨折直後から数日間です。出血による血腫が作られ好中球やマクロファージが浸潤して壊死細胞が吸収されます。さらに血管新生が起こって肉毛組織となります。その後6週間から8週間が修復期です。骨芽細胞が肉毛組織に集まり石灰化を進めて柔弱な骨組織である下骨を作ります。再造成期には下骨が破骨細胞などによって吸収され新たに骨単位や骨梁が作られて置き換えられていきます。骨折の程度にもよりますが元の状態に戻るまでに数ヶ月から数年を要します。